幸い竜寺は東京都世田谷区北烏山五丁目にある寺院。日蓮州に属し、旧本山は大本山本国寺である。法縁は小西幸竜寺法縁の縁、頭寺。創建は天正年間で当初は浜松にあった。後に駿府に移った後、1591年に江戸湯島に移築されて徳川家の損数が扱ったと伝わる。 関東大震災離災後の1927年に、カラス山への移転を開始し、1940年に移転を終え、カラス山寺町を構成する26寺院の一つとなった。墓域には、江戸名所図への差し絵を担当したことで知られる、長谷川節丹とその子、雪包みなどの墓がある。京王線の千歳カラス山駅から北を目指して、商店街を通り抜け、 約15分ほど歩くと、カラス山寺町の一帯にたどり着く。幸い竜寺は、カラス山寺町のメインストリートにあたる、寺院通りに面して立っている。そばには、寺院通り3番バス停留所が設けられていて、地域は通りを隔てて、有明寺、源、ただし寺と向かい合い、小のぼりん、路地を隔てて、入り寺がそれぞれ隣り合う。日蓮宗に属する寺院で、三号は、妙。 雄山とい、い、旧本山は本国寺である。幸い隆寺の創建は天正年間まで遡る。徳川家康が浜松に居城していた1579年4月、後の徳川幕府二大将軍となる徳川秀忠が誕生した。秀忠の乳母となったオーバー曲は、秀忠のために寺院建立を願い、家康はこれを許した。寺院は浜松城下に建立され、 遠州詐欺の宮の交流寺住職、県流院日を迎えて、解散とした。日は家康からの信任が厚い構想で、オーバー局も消えしていた。後に、家康が寸府に本拠を移すと、幸い流寺もこれに伴って移転した。1591年、前年に関東に入国して、江戸は本拠に定めた家康に従って、神田湯島に移転した。神田湯島に移転後、 徳川家の祈願書となった。二大将軍、徳川秀忠は、正室、お栄誉の方の軽視出生と安山の祈願を交流時に、命じて、無事に男子が誕生した。秀忠は、幸い流時に、仏舎利を奉還し、さらに岸もがみ、十羅雪女を作って奉納した。徳川家による損数は厚く、家光は、浅草新谷町に、約八千坪の土地を寄進した。 そのため、幸い竜二は、湯島から浅草へ移転することになった。家光は海山である日の遺徳を称えて、父である秀忠の名で、豊島軍王子里に五十国の主因地を寄進した。古代将軍綱吉は、幸い竜二の境内に、純正院の玉殿及び病床を作り、足立群猪狩村の高百国の主因地を寄進した。年月日に至り坪の、 寺地を新たに寄進したため、境内地は一万三百五十坪の広さとなった。五府内寺社尾港によると、達中として、大泉、炎寿院、修山坊、大凶坊、大林坊、建流坊、善能坊、春広志坊の八シーンがあった。王子の仮覧はまぐじ12軒、奥行き十一軒の本堂、大書院、小書院、栗、法場などの諸施設を含む規模の大きいもので、 東都日蓮集合さに数えられるほどのものとなった。現在旧浅草新谷町の跡地には浅草ビューホテルがあるが、かつてこの地域は浅草田んぼという水田地帯であったことから、電はじめの交流寺と呼ばれていた。幸い流寺は江戸時代の1718年、1772年、1806年に火災にあっている。1923年には、 関東大震災の被害を受けたため、1927年に現在のカラス山に移転を開始して、1940年に完了した。移転の際に土地の売り主が敷地の譲渡金のうち1万5千円を寄進したため、1939年に第32世住職吉田日英が感謝費を混流している。日英は第二次世界大戦後に後輩に向かっていた時間の 一心に取り組み、新たに行動式の本堂を建立した。後継者となった第33世住職日民は日英の意志を継いで、1973年に不況の本拠地となる本部会館を完成している。三門は境内の東側にあり、本堂は東に面して立っている。大と脇の左には手楼、右には清正行道があり、右側の並びに、 事務所と会館、そして対処員が存在する。境内にある道のうち、清正行道と山門は、関東大震災の被害を免れて当地に移築された、もので、共に、天保年間の作と伝わる。清正行道の天井には、小室宗教他数名による遺体が合わせて78面、描かれている。昭和初期に、幸い竜二の十九世住職を務めた、有明院は、 当時信仰のあった細川家と大村家から建物を譲り受けて、カラス山の現在地に移築した。移転の当初は、大村家からの建物を小書院を呼び、車寄せ付き玄関として使い、細川家からの建物は大書院として使っていた。大村家からの建物は、1973年に事務所と会館を新築するにあたって、栃木県宇治江町の妙福寺に譲渡している。 細川家からの建物は、明治時代後期の建築で、明治天皇の行幸を機に、季語清高が手がけたものである。仮の葉の絵師が手がけた杉戸絵が22二面あり、草花や虎、鳳凰などの題材を、金舎史の背景に、豊かな色彩を使って描き出している。書院作りの建築に、洋風の生活様式を反映させた建物の一、例で、世田谷区内では、 西清寺の書院とともに貴重なものと評価される。この建物は世田谷区教育委員会によって世田谷区社寺調査の対象となった。なお、細川家から譲り受けた建物がもう一軒あったという。もう一軒の方はレンガ作りの洋館で螺旋階段を持っていたと伝わるが資料が現存しないため詳細は明らかではない。本堂は 細川家からの建物の横に再建されたものである。多目的な利用が可能なように設計され、大曼荼洞の前にあるとを閉めれば、舞台として使用できる。墓域には、江戸名所図の差し絵を担当したことで知られる、長谷川節丹とその子雪包みの墓がある。江戸名所図は、江戸期における各地の名所の様子を知ることができる、資料として高く評価されている。その他に、純正院。 旧唐津藩藩主を笠原ける以来、北村庭の筆名で知られる、江戸時代後期の国学者、北村新武士などもここに葬られている。五府内寺社美港では1591年に、神道というところに混流され、家康が寸府に転じた後、先の宮に再移転したと記述している。清正行道の混流時期について、世田谷区社寺資料第三集会が、彫刻通。 目録編は明治以降の混流としている。ありがとうございます。